ママに会いに来た。こいつが例の。どうなんだ。この男全く気配がなかった。こいつだよ。いや、こんな老人のはずは。な CQC ね、スネーク。間違いないわ。彼が伝説の男よ。私がママ。ビッグママよ。あんたに用がある。ライデンから聞いた。デイビッド、大きくなったわね。人のあばらから生まれたのは私ではなくあなた。でもあなたを産んだのは私。私はあなたの母親。恐るべき子供たち。クローンだって試験管で育つわけじゃない。生まれるには女の体が必要だわ。つまり代理母。冷たい言い方ね。私はあなたたちを産んだ。愛国者たちのために。俺たちを踏んだ。禁断の果実。皮肉ね。ついてきて、詳しく話す。私を追っているのはリキッド。あなたの双子。彼のことならあなたよりよく知っている。ゼロに対立している男。かつてはオセロットだった。心をリキッドに支配された男。ゼロ。愛国者たちの創始者。創始者。そいつはいつの話だ。ほんの40年前よ。まだアメリカとソビエト連邦が対立していた冷戦の時代。あの混沌とした時代に愛国者たちは生まれた。私もそれに関わっていたの。ええ、そう、創設者のメンバーの一人よ。あんたが。ゼロが作り出した愛国者たちは、冷戦以降のアメリカ国家を管理制御し続けてきた。それは形骸化され、今は AI に受け継がれている。その AI こそ戦争経済を作り出し、サンズ・オブ・ザ・パトリオットを生み出した元凶だけど、私にも責任がある。組織を作り出した罪がある。あなたの父親、ビッグボスと知り合って間もない頃よ。
1964年、ソ連領内で開発されていた新兵器をめぐって、私は CIA のスネークイーター作戦に協力することになった。あるエージェントをサポートするのが私の任務だった。そのエージェントというのがスネーク。後のビッグボスだった。スネーク。ええ。ネイキッドスネーク。当時の彼のコードネームよ。あの人は息子のあなたに自分と同じコードネームをつけたのね。この作戦の指揮官が特殊部隊フォックスのゼロという男だった。当時の私は中国の二重スパイとして働いていた。だから私の目的は中国のために賢者の遺産という莫大な秘密資金のありかを探ることだった。でも私は失敗して中国を追われる身となった。蛇から奪ったリンゴのおかげで私はエデンを追われた。逃げ延びた先のハノイで私は彼と再会したの。その頃ゼロは莫大な研究資金、賢者の遺産をもとに伝説の英雄の意志を継ぐ新たなる組織として愛国者たちを発足した。当時のメンバーはビッグボス、シギント、パラメディック、そして指揮官のゼロ。そうそう、忘れてはならない人物がもう一人。ソ連に残って情報提供者として支援してきたオセロット、今のリキッドよ。ハノイで彼に救われた私はアメリカに渡り彼らの組織に加わった。ゼロが目指していたのは思想意識の統一化。彼はそれがザ・ボスの意思だと信じ、愛国者たちのメンバーもそれに従った。ザ・ボス、大戦中の伝説の英雄、特殊部隊の母とまで言われた。あまりにもカリスマ性が強すぎたので、その存在を恐れた CIA に抹殺された。もし彼女が生きていたなら、この21世紀は変わっていたかもしれない。私たちはザ・ボスの意思に影響され、彼女の意思に寄り添うようにこの組織を結成した。だからゼロは人々を導くためにはある種の特別な存在が必要だと考えた。そこでゼロはザ・ボスに次ぐ最後の弟子、ビッグボスに目をつけた。ザ・ボスと生を最も共にし、最も受け継いだ存在であるビッグボスこそが遺恨にふさわしいと。ゼロは世界を救った英雄、ビッグボスを偶像として祭り上げた。真実と虚構を織り交ぜながら、誇張、偽装、詐称したビッグボスの物語をばらまいて有力者たちを束ねていった。いつの時代にも人民をコントロールするための象徴が必要なの。正常期に変わるものがね。でもゼロもまた政治や時代とともに変わっていった。やがて支配欲にとらわれ始めたゼロと、それに利用されるビッグボスの間に軋轢が生まれていった。ビッグボスの心が離れていくことに気づいたゼロは保険が必要になった。組織の偶像であるビッグボスの存在を永遠とするため、ゼロは本人にも知らせずにある計画を進め出した。それが恐るべき子供たち計画、最強の戦士ビッグボスのクローンの創造。計画は当時パラメディックと呼ばれていたクラーク博士が中心になって進められた。それこそ数十回の失敗の後、受精は奇跡的に成功した。成功した人工受精には博士の助手であった健康な日本人女性の卵子が使われた。お前、東洋人の血が流れているわ。ビッグボスを出産する。私はそのために代理母を志願して喜んであなたたちを受胎した。私は彼を愛していたの。9ヶ月後、私は2人のビッグボスを産んだ。それがあなたとリキッド。
DNA とかクローンとかそんなこと関係ないわ。普通に子供を授かるのと同じ、あなたたちは私がお腹を痛めて産んだ子供だけど、この恐るべき子供たち計画がゼロとビッグボスの亀裂を決定的にした。ビッグボスは愛国者たちを脱し、しゼロに反旗を翻すことを決意した。彼は米国を離れ傭兵派遣会社を作り世界をさまよった。ごめんなさい、あなたは父親に望まれた子供じゃなかった。人の命を操るものじゃない、それは分かっていたけど、私はあなたが欲しかった。ビッグボスがいなくなってからゼロはまさに暴走した。ゼロは世界の秩序と統制を望んでいた。幾度とない戦争を経て資金を増やし、その発言力はホワイトハウスの意思決定にも影響を及ぼすまでになっていた。デジタル技術、IT、ネット、遺伝子技術の進化とともに愛国者たちは莫大な力を手にしていった。そして世界中に根を張り繁栄した。そうやって愛国者たちは陰で国家を動かす存在となった。いつの間にか世界の警察をおごる愛国者たちは世界をも統制し始めていた。